今回は山本周五郎の「四生小説」の短編を朗読します英二ジは 小梅河原町のうちへ帰ってくると7日ばかり寝たままで動かなかった母親のおろくも黙って好きなようにさせておいた相長屋はもちろん「クジャク棚」と呼ばれているこの一帯の裏棚ではほとんどみんなが英治のことを知っていてそれでもいたわりの気持ちからその話に触れるものは一人もなかったおろくは食事に気をつけた60日の間に英治はかなり痩せて もともとこじんまりした顔立ちが骨立って見え肌の色も青白く乾いたように艶を失っていたおろくは魚や卵自然薯や鳥などを頼むからとせがんで食べさせようとした初めからではない初めの二日ばかりは柔らかい淡白な食事を与えそれから順に需要のあるものに変えていったのである英治は少年自分から脂っこいものをすかなかったし 今ででも好きな方ではな方はい。母親が拝むように言うのでやむなく箸をつけるがあんまり濃厚なものだとそっぽを向いた「お願いだよエディ」とオロくは哀願するように言う「体に精のつくまでだからね薬を飲むつもりで食べておくれ」すると彼は黙ったまま一箸か二箸つまんでかまずに飲み込むのであった「落ち川」 英の帰った日の夕方に訪ねてきたがおろくと戸口で話したまま栄治には会わずに帰っていった3日目に来た時おろくが栄治に言うと彼は「会いたくない」と答えたのでおちかはやはり会わずに帰ったその時おちかと入れ違いに女の客があっておろくとこ半時何か話していった低いささやき声で何を話しているのかわからなかったが 時々女客が忍び泣きをするのをイ治はこっちの部屋で聞いていた女客は帰る時によろしくお願いいたしますと言ったが丸みのあるいい声であった五六はその客については何も言わなかったしイ治も聞きもしなかった「哲さんの声がしないようだな」とあるよイ治が言った哲さんの声も「 さんの声もしないようだがな「お隣は変わったんだよ」とおろくが言った鉄さんは帳場の都合で下屋の方へ越していったよそれから向こうの兵さんも引っ越しちまって兵さんの家はまだ空き家になってるよ英治は黙ってうなずいた「少し外へ出てみないかい?」とおろくが言った「寝てばかりいると気がくさくさしちまうじゃないか少しは外の風に当たってくる方がいいよ」 イジは「うん」と言った「言おうと思ってたんだけれどね」とおろくは恐る恐る言った「強制の旦那からお金を頂い,いてあるんだよ」「金だって?」とイジは母親を見た「お前が怒るかもしれないと思ったけれどねうちもすっからかんだったし旦那はこの金は」 エイジの稼いだものだっておっしゃるもんだから「分かったよ」と栄治は顔を背けた「お前怒ったのかい?」とオロくは息子の顔を覗いた「悪かったら堪忍しておくれ」多分怒るだろうと思ったんだけれどねどうにもしようがなかったもんだから「いいよ怒ってやしないよ」。 顔を背けたたまま英が言ったどっちにしろ同じことさ取っておいていいんだよおろくはこっくりをしたようやく心の重荷が下りたというように彼女はそれが受け取ってはならない金であり受け取れば息子が二重に傷つくということを知っていた今息子の言ったことは母親思いの優しい気持ちから出たので本心でないことは察しがついたけれども オロクはいかにも女らしく、その言葉を鵜呑みにして心の重荷を下ろしたくは紙包みを出してきて広げ京屋清兵衛から受け取った金額を言いそれから使って残った分をそこへ並べた英二は見ようともせずに「分かったよ」とうなずき「持っていておくれ」と言った鉄道夫婦の後へ越してきた隣は 男の一人暮らしらしく昼頃に起きて出かけ夜は遅くそれも半でも押すように必ず酔って帰った出かけるときはこちらの戸口へ寄って頼みますと声をかけていくただ一言頼みますと言うだけでその声は低く力がなく何か恥じているような響きが感じられた帰ったときは声もかけない戸の開けたてが精一杯のようで ドドタドタ音がししたかとと思うと寝てしまう。寝てま時にはブツブツ一人で何か言ったり怒鳴り声を上げることもあるし悪夢にでもうなされるような不気味なうなり声が聞こえたりした「隣の人はお武家なんだよ」とある夜おろくが英二に言った「今は浪人しておいでだけれどそれにはお気の毒なことがあってね本当にお気の毒な事情があるんだよ」英二は、 俺よりもかいと聞き返したかった。しかし聞き返しはしないで黙って壁を見つめていた。英治が起き出すまで、強制の方からは誰も来なかった。いっそその方がいいや。張り代も、禁止、禁止もおさらばだ。と英治は思った。もうおさらばだ。二度と手にするもんか、縁切りだ。 彼は心の中でつぶやいた。10月になったある日、エイジは釣り道具を出して調べた。ああ、それがいいねとオロクは言った。中井堀でタナゴが釣れるそうだよ。いりようなものがあったら買ってくるから行っておいでな。エイジはいりようなものを言った。テグスは使えるが針はみんな錆びているし、針巣がダメになっていた。 おろくはすぐ買いに出かけようとしふと振り返って「ちいちゃんが来たいって言うんだけどね」と息子を見たいつかね」と栄治は顔を背けた「もう少し経ってから」おろくはため息をつきそして出て行った栄治が出かけたのは午後2時頃であった空は薄曇りだったが風のない暖かな日で 源森川の岸にもだいぶつっている人が見えた中井堀は横川から中川へ行く途中にあり周りは見渡す限り田畑や荒れ地続きでところどころに森や雑木林に囲まれた農家が見えその向こうに遠く筑波山が眺められた英二が中井堀へ曲がっていくとそこにもう竿を下ろしている者が一人いた英二はちょっと気が重くなり 釣り道具を置いたまま枯れ草の上に腰を下ろし長いことぼんやりと東の森を眺めていたそれは堀の対岸の一丁ばかり向こうで小高い塚のような丘に松林が茂っており何かの小さな祠があった今その松林の中に紅葉した木が23あって黒ずんだ松の間に木や橙色のすでにまばらになった葉が鮮やかに浮き上がって見えた かなり時が経ってから先に来ていた男がこちらを見た。栄治と同年配らしいが知らない顔だった。ナゴですかと栄治が聞いた。なにと男は苦笑した。<laughs> なんてことはない。釣れるものを釣るだけさ。嘘はない。と栄治も微笑した。 男の苦笑する顔を見た時イ治はその男が好きになったごくまれにではあるが顔を見ただけで初対面にもかかわらず古い馴染みのような行為を感じることがあるその時イ治は64日も惨めな屈辱と孤独の日夜を経験した後だったので特に感じ方が強かったのかもしれないがそれでもなおその感じに誤りはなかった2度目にこの中居堀で会った時2人は 名乗り合った。男は「カンと呼んでくれと言ったどんな字だと聞くと「盛んのカンだと答えた2人は気性があったどちらも口数が少ないし用もないことを聞いたり話したりするようなことはなかった3度5度と会い一緒に中居堀で釣りをしながらほとんど話らしい話をしないしかもそれが お互いの気に入っているようであるし黙っていても意思はよく通じ合うようであった釣りの下手なことも2人はよく似ていた下手というよりも釣る気がないというふうで特に男の方は少し大きなものが釣れたりするとひどく戸惑ってどうしたらいいかとでも言いたそうに英治を見るのであった「A さんは一人っ子だな」とある日男が言った そうじゃないのか。うんと英治はうなずいたそうだろうと思った間が抜けて見えるか英治は彼を見た男は黙って目をそばめながらずまの森を眺めやった英治は男から目をそらし竿を上げて別の方へ糸を入れた「んさん」としばらくして英治が言った おめえ、釣った魚をどうする?」。男は五六丁も離れていてようやく英治の声が聞こえたという頃に「A さんはどうする?」と反問した「俺か?」と英治は苦笑した「俺はまだどうするというほど釣ったことはないや」。「ご同様だ」と男が言った英治は「なるほど」と言った。 大抵のの場合、男の方が先に来た。帰るのは英治の方が早かった男は先に来て同じ場で動かずに釣り帰る時はいつも英治の後に残った英治が「お袋が待ってるんでね」などと言い道具を片付けて別れを告げしばらく歩いてから振り返ると薄暗くなり始めた借りたの向こうに 釣竿を持って身をかがめている男の後ろ姿が枯れ草の間に小さくポツンと見える夕風が渡り茶色に枯れた足や荒れ地の草が乾いた音を立てて揺れそして男の後ろ姿はいつまでもじっと動かない英二はため息をつき首を振って堀端の道を帰るのであった10月も終わりかけたある日 男はじに向かって「酒はダメか?」と聞いた英治は釣り上げた船をビクへ入れその手を水で洗ってから「少しくらいなら飲む」と答えた「じゃあ」と男が言った「帰りにやらないか」「今日か?」「ああ」と男がうなずいた「嫌か何かわけでもあるのか?」 ないこともない。と男は笑った。おかしそうに笑って英イを見ていった。俺たちは隣同士だ。英イは不審そうな目をした。五六日前に路地で見かけたんだ。と男は笑い顔のまま言った。俺はこの九月の初めに A さんの北隣へ越してきたんだ。 へえ。と、エイジが言った。まさかね。おふくさんには、随分厄介になったよ。まさかね。へえ。と、エイジは首を振った。まさか、そうとは知らなかったな。そして、急に彼は黙った。エイジが急に黙ったのを、男はすぐに感づいた。そればかりではない。 英二がなぜ沈黙したたかかというう。理由も分かったのだろう男は気まずそうに頭を垂れた男の浮きがピクピクと動きその周りに波紋が立った「食ってるぜ母んさん」と英治が言った男が竿を上げるとその辺りでヤナギハヤという小さな細い魚が糸の先で勢いよく跳ねながら連れてきた「またこいつか」と男は言った 私は、牢へ行ってきた。と、英治が言った。その話は、寛さんも聞いたと思うが、済んだことは、よそ聞いてもらいたいんだ。英治は言った。これまで、誰に話すつもりもなかった。おふくだって、詳しいことは知らないだろう。その方が帰っていいんだが、寛さんには、 すっかり話して分かってもらいたいんだ男は針に絵をつけ堀の淀みへ糸を垂れながら黙ってうなずいた私は縫い箔屋の職人だったと英二は話し出した十二の年に日本橋の通りに丁目にある京屋西米という店方向に入ったそこに丸十二年いたわけなんだが カンさんも知っての通り、日野と羊のお触れで、贅沢がご禁止になり、縫い白んぞも無論いけないことになった。おととしの8月だったな。それから今年の3月にまた出たんだ。と、エイジは続けた。わかってるだろうが、どこにだって裏がある。強制は縫い白が専業で、下食も12、3件あった。 お触れの通り手を止めていれば店と下食とで50人近い家族が飢え死にをしなければならないおまけにおかしなもので金持ちなんぞはご金銭になると余計そいつが欲しくなるらしいこれは禁止だと言われる品は表向きには姿を消すが裏では盛んに売り買いされるし値段も高くなるばかりだったどんなに危ない橋でも家族を食べさせるためにはそれを渡るよりしょうがない 強制でも注文に応じて仕事をしたそれがバレたのかうんとエイジは目を伏せたどう言ったらいいかバレるとは誰も思わなかったらしいどこでもやってることなんだからまたバレてもお叱りぐらいで済むと思ってたんだろうそいつが京橋の田野村という袋物屋が捕まって口を割ったためにとうとう 差し紙が来てしまった。よしこし、と男が言った。とがめを受けるのは、主人じゃないのか。エイジは首を振った。彼はためらい、言い,いよどみ、男を見て声を落とした。私は、言い含められた。とエイジは言った。 強制の主人に罪を着てくれと言われた。お前が罪を背負ってくれれば自分は手を回して軽く済むように奔走する必ずそうするから家族を抱えた下職たちのためにほんの一時目をつむってくれそう頼まれて私は承知した。英治の浮きがクイッと沈んだ。 浮きはクイッと沈んでツンツンと水面で踊り次に水の下へ斜めに引き込まれた細い竿の先端がわずかにしなって水中へ伸びた糸が輪を描いたがまもなく浮きはポカッと水面に現れそして何事もなかったように動かなくなった私は一人で罪を着た仕置きは入浪二年ということだったが 約束通り強制の主人が奔走してくれたんだろう。六巡地で牢から出ることができたでそれはいいんだご金銭に触れたことも事実だしみんなの罪を背負ったのも承知の上だそれはいいんだけれども私はと英治はどもった私はお知らせで奉行所のお知らせで いや、どう言っていいかわからない。私にはあのことを口でこうと話すことができそうもない。男は黙っていた。今は静かに浮いている英二の浮きを眺めながら黙って英二の続けるのを待った。英二は偽証のことを語った。しらすで裁きのあった時、京屋清兵衛はじめ 店の者も下職たちもべて栄治のやったことで自分たちは何も知らないと言いその証拠を挙げた。無論前に口を合わせておいたことだ。これはこう、これはしかじかと細かいところまで打ち合わせがしてあった。みんなはその通りに証言したんだ。悪意で私を陥れた者などは一人もない。何もかも予定通りに運んだんだ。しかし。と栄治は唇をかみ。 急に寒さにでも襲われたようにその肩をすくめた私はみんなの証言を聞いているうちに吐きたいような気持ちになった一人一人が真面目な顔でありもしないことをスラスラと述べ立てる声の調子も変えやしないそれが偽証だと分かってるのにそんなけぶりやみじんも感じられないんだそれはそのはずなんだそうでなければならなかったんだしかし 私はって言いようのないほど胸がムカついてきた他にどう言いようもないただもう胸がムカついて吐きたくなってたまらなかったというほかはない男はかすかにうなずいた英治は目をつむって頭を垂れ長いことじっと考え込んでいた「ダメだな」と英治はやがて顔を上げた もっとと言いたいたことがあるんだ吐きたい気持ちなんてもんじゃないもっと大事なことで胸がつかえてるんだがどう言ったらいいか私には分からないや口で言うことはないさと男がゆっくり言った俺にはおよそ見当がつくよそうだろうかつまり いやまあよそうと男は竿を上げていったそれよりそう今日はもう飲むことにしようじゃないか嫌な話を聞かせて悪かった俺にはもっと嫌な話があるよもうしまって飲むことにしないかそうしようと英治はうなずいた 道具をまとめて立ち上がったとき、男の右足がびっこであるのをイ治は初めて発見した。それで歩くところを見せなかったのか、とイ治は思った。中居堀では男はいつも先に来ていたし、帰るときも必ず後に残った。多分不自由な足を見られたくなかったからだろう、とイ治は推察した。 中野号の横川に面した町角に、魚しという縄のれんの飲み屋があった。男はいつもそこで食事をし、酒を飲んでいるらしい。十助という主人、女房のおよし、そして二人いる子女たちも男をよく知っていたし、扱いにも親切といたわりが感じられた。その日は母親に断ってなかったので、夕飯に間に合うように英二は早く切り上げた。そして家へ帰ってみると、 女の客が来てて母親と話していた。女は何度色のちりめんのおこそずきんをかぶっていたしイジはそのまま隣の六畳へ入ったので顔形もよくは見なかったが肩の小さなほっそりした体つきでしかし両手を膝に重ねてきちんと座った姿には一種のつつましい気品が備わっていた「いつか来たことのある女だな」イジはそう思った。 彼女は間もなく帰っていったが、母親と話していた囁ささき声も、帰るときに、ではよろしくお願いいたします。と言った、丸みのある綺麗な言葉つきもかなりはっきり記憶に残っていた。食事のときに英治は、誰だいと母親に聞いた。ろくは、ちょっと知ってる人だよ。と言ったままあまり話したくない様子なので、英治もさりげなく、隣の寛さんと知り合いになったよ。 と話をそらした隣同士とは知らずに一月近くも一緒に釣りをしていて今日初めて名乗り合い酒を馳走されてきたと語った「のんきなもんだね」とおろくは驚きながら笑った「もっともここでは会ったことがないし内田さんは出かけてばかりいたからね東大とかって元は暗いとも言うから」英治は笑った「何がおかしいのさ」とおろくが言った。 笑い事じゃないよ、エイジ。お前はカンさんなんて心安く呼んでるようだけれど、内田勘之助というお武家なんだからね。だって浪人だろとエイジが言った。いつも丸腰だし、自分じゃもう侍とは思っていないらしいぜ。それにしたってカンさんは失礼だよ。いいよとエイジは言った。失礼なら内田さんって呼ぶことにするよ。カンさんが嫌がらなければね。 之助は嫌がった次の日「内田さん」と呼んだら顔をしかめて「よしてくれ」と首を振った「だってお袋に言われたんだまっぴらだ」と菅之助は言った「これまで通り勘と呼んでくれ内田」なんて呼ばれるとゾッとするよ「分かったそれでよければそうするよ」と英二は言った。 雨とか風の強い日を除いて2人は毎日のように釣りに出かけた中井堀から綾瀬川寺島村の小川時には船で中川へ出ることもあった帰りは魚吉によるのが決まりでどうやら勘之助はその方が主な目的らしく釣りはその時刻までの暇つぶしのようであった栄治はあまり酒が強くないので長くて一時、大抵は半時くらいで先に帰るが 勘之助は残って遅くまで飲み、例によってよろけるほど酔って帰る。以前のように怒鳴り声を上げたりはしないが、横になったと思う頃、苦しそうな低いうめき声や、点々反則する物音の聞こえてくることがしばしばあった。俺にはもっと嫌な話がある。勘之助はいつかそう言った。また母親からも、お気の毒な事情があると聞いたことがある。 栄治は自分が身の上を語ったので相手も何か話すだろうと思っていたが勘之助はそんな様子は見せなかった栄治は夜半の縮まに隣の低い梅木を聞きながら「よほどつらいことがあったんだな」と自分に引き比べてそっと吐息をつくのであった霜月になったあるよ 英治は勘之助とウオヨシで飲んでいた。その日二人は珍しい大量で、型のいい船を合わせて五十匹以上も釣り、また勘之助は百問目くらいのうなぎも一本あげた。そのために仕掛けをダメにしたが、勘之助は、おふくろさんへ、土産にしよう、と言い、ウオヨシへ来るとすぐにそれを割いて、白焼きにするように頼んだ。二人はいつも釣った魚をウオヨシへ渡す。 ジュうすはそれを煮たり焼いたりしてくれるのだが、魚になるほど量のあった試しがないので、その日の大量にはみんなびっくりし、小女のお染めなどは、買ってきたんでしょと言って、二人が釣ったとはどうしても信じなかった。勘之のはその日に限って、エイジを引き止めた。そんなことは初めてで、たまには付き合ってもいいだろう。と言われると、断ることができず、酔いの口まで一緒に飲んだ。 かんのすけはぐいぐいとあおった。顔は少しも赤くならないが、いつまでも平気な顔をしていた。しかしやがて、酔いが目や言葉つきに現れ、相棒が変わってきた。ふっと気がつくと、頬がこけたようになり、目が落ちくぼんで、確かに落ちくぼんだように見えた。下唇が片方へねじれた。その変わり方があまりに激しく、また突然だったので、 英二はちょっと寒気立つように思った「A さん」と菅之助が言った「おめえおちかさんっていう娘をどうするつもりだ?」イジはドキッとした彼がおちかのことなど知っていようとは思わなかったからである菅之助は「おふくろさんから聞いたんだ」と言ったおちかは 共生の主婦の命で英治と結婚する内訳が決まっていた英治が牢へ入る前に出てきたら祝言をさせようお近にはこれこれの持参金をつけると京屋の主人夫妻が約束した A さんのいない間に俺はあの娘を見たと勘之助は言った人柄でおとなしい娘じゃないか それ訪ねてきてもおめえは愛もしない。知ってるぞ。その話はよしてくれないか。おめえはあの娘と夫婦になるはずだった。と勘之助は続けた。おふくろさんに聞いたんだがあの娘はおめえと一緒になっておめえに新しい職についてもらうつもりでいるそうだ。 新しい食の用意もできてるっていうじゃないか。その話は聞きたくないんだ。お知らせで吐きたくなってからかと、勘之助が言った。おめえは口では言いようがないと言った。言いようはあるさ。みんなの偽証を聞いたとき、おめえは人間に愛想を尽かしたんだ。みんなが口を揃えて、 兵役で嘘を並べるのを聞いて、人間全体がヘドの出るほどいやらしくなったんだ。それで、オちカという娘にも顔を見る気にさえなれないんだ。そうだろう。エイジは返事をしなかった。その時、店の中には、彼らと離れたところに三人連れの客が飲んでおり、 それが話をやめてこちらの問答を聞いているようであったそうじゃないと言えるか菅之助は唇をさらにねじ曲げた言えないだろうおめえはお知らせからこっちどんな人間も信用できなくなった自分のほかはな自分だけは別さ自分だけは 何の関係もないお近さんにまで愛想を尽かしても自分だけは別なんだ。<laughs> いあ粋なもんさ人のやけどは痛くないからなと英治は言った頼むからその話はよしてくれ私も菅さんの傷には触りゃしないんだから俺の傷がどうしたってどうもしないよ私は人の傷には触らないと言ったんだ。 俺の傷はどうしたって菅之助は拳で強く反対を打った。おめえ俺のビッグを洗うつもりか。誰がそんなこと言った私はただうるせえと菅之助はまた反対をたたいた。コバチが踊り菅独りが倒れた。人を何だと思ってるんだ帰れエイディはカッとなった。 その時、主人の重助が飛んできて「A さん」と言い栄治を立たせて素早く店の外へ連れ出した「帰った方がいい」と重助が言った「酒癖が悪いんでこうなったら始末に追えないんだあとは引き受けるから帰っておくなさい」「いつもこんな風なのかい?」「まあね」と重助は肩をすくめた慣れた連中ばかりならいいがなじみのない客がいたりすると絡み出すんでね私はなじみのない口か。 と英二は苦笑した「じゃ頼むよ」そして彼が歩き出すと後ろからおゆきというもう一人の子女が追ってきて檻に入れたものを渡した「はいこれ」とおゆきは言った「おばさんにお土産ですって」「菅さんかええ内田さんが」「さよなら」おゆきは走って帰った「あのうなぎだな」と英治はつぶやいた。 彼は後ろへ振り返った店へ戻りたくなったような目つきをしだがそうはしないでその檻を大事そうに持って家へ帰った <laughs> 翌日英治は釣りに行かなかった隣の勘之助は夕べも遅く帰りいつもより静かに寝た物音もさせなかったし 独りごとを言ったりうめくようなこともなかったそして朝になるといつもより早く出かけてしまったおろくは白焼きのうなぎを「かば焼きにしようかね」と言ってせっせとタレなど作っていたが昼飯が済んでもイ治が立とうとしないのでいぶかしそうに「出かけないのかい?」と聞いた「うん」と彼はそっぽを向いた「今日はやめるよ」そしてふいっと母親の方へ振り向いた おちかは新しい食の用意もしているそうだ。ゆうべかんのすけはそう言った。かんのすけはずいぶん詳しいことを知っていて、もちろん母親が話したのだろうが、新しい食などという当の栄治が聞いたことのない話まで知っていることが不審に思われたのであった。一体どういうわけだ栄治は母親にそう聞こうとした。すると偶然そこへおちかが訪ねてきた。 戸口で彼女の声がした時英二は「あの女客だな」と思ったおこそずきんをかぶったあの声のきれいな女だろう。そう思ったが「おばさん私です」という声を聞いてお近だということが分かった英二は立って帯を締め直した「いておくれ」 とおろくが言った。「今日はいけないよ。今日はちゃんと話すだけ話しておくれ。もうはっきり決まりをつける自分だよ。そしておかを迎えに出て行った。上がりがまちでおろくは何かささやきおかをこっちへよこして自分は外へ出て行った。ちょっと茶菓子を買ってくると言ったようだがその前に二人だけで話せとささやいたらしい。おかは五拍子ばかりためらっていてそれから微笑しながらこっちへ入ってきた。 ししましたとお近は明るい調子で言った「やっとのことで会えたわ嬉しいわ」。栄治はコクンとうなずいて顔を背けたお近はそれには気づかない様子で共生の主人夫妻や下職の人たちがよろしく言っていることそして彼らの近況などをさりげなく話しながら流し鉢のそばへ寄って手豆に茶を入れたりそれを栄治に勧めたりした。 A さんと落ち川改まった調子で言った変なこと聞くようだけれど私たちの約束はダメになってしまったんですかその方がいいじゃないかと栄治は顔を背けたまま答えた約束ったって口だけのものだったし私は牢へ行ってきた人間だ牢屋の飯を食ってきた人間なんだからそんなことを A さんに似合わないわと落ちかは言ったそのわけはみんなが知ってるんだし A さんも承知の上のことでしょ今になってそんなふうに言うなんて A さんにも似合わないことだわみんなが知っているってと A 児は聞き返した奉行所の役人や世間中の者も本当のわけを知っているっていうのかいそんな人たちには縁のないことよお前にはそうだろうさええそうよ 「あんたにだって縁のないことよ」と落ち川勇ましく言った。一生連れそうのはしですもの。奉行所の役人や世間の人たちが何と思っていようとあたしたちには関係のないことよ。それに人間ってものはいつも本当のことを世間に知ってもらうなんてわけにはいかないと思うわ。お前は牢へ行ったことがないからな。A さんが行けば私も行ったのと同じことよ。と落ち川言った。 私 A さんののささんんんになるつももりででいたんですもの A さんが苦しいつらい思いをしていれば私は A さんよりもっと苦しいつらい思いをしたわ。やだ私なんてバカなこと言うのかしら。とお近は唇で笑ったその目がみるみる涙になり彼女は震えながら言った「ごめんなさいね A さんの苦労が分かるはずもないのにバカなこと言ってごめんなさい」。 いいよ。もうこの話はよそ。私はお近さんを責めるつもりはないんだ。でも私のこと怒ってるんでしょ怒ってやしないさ。と、英二は性のない調子で言った。お近さんを怒るわけがないし、誰を怒るわけもないんだ。じゃあ、話を聞いてちょうだい。お近は指で素早く目頭を撫でた。英さんが留守の間に、 オランダ行きのの刺繍を始める支度がしてあったのよ仕事の話なんか聞いたってしょうもないさでも聞くだけは聞いてよ落花は話した栄治の「今日もない」という顔つきを無視して要領よく手短に話した刺繍は縫い取りにもっと技巧を加えたものでできた品は長崎へ送りオランダ商館が買って海外へ売るのだという。 イ治は縫い箱をやっていたから道具の二、三を変えれば仕事ができるしその道具も揃えてある贅沢品ではあるがオランダ商館へ売るのでお上の許しも得られるうまくいけば職人を使って大きく商売ができるだろうとチカは言った「ね急ぐことはないのよ」とチカはイ治を見た「その気になったら始めてくれればいいのそれまでゆっくり休んでいていいのよ」 私なんかあてにしないでくれ」と英治はそっけなく言った「仕事なんかする気持ちはないしする気になれそうにも思えないんだからまだ疲れてるのよ私のことはほっといてくれ疲れている体はと落ちはいたわるように言った今に疲れが治れば体や気分も良くなってよ私それまで待ってるわ一年でも二年でも待っていることよ エイジは黙っていた。不愛想に黙って、やはり顔を背けたままでいた。オチカは間もなく、また来ます、と言って立ち上がった。そして戻ってきたオロクと戸口で出会い、何かささやきあったと思うとすすり泣きの声が聞こえた。オロクが低い声で慰め、オチカはすぐに去っていったらしい。エイジはため息をつきながら、立ち上がって着替えを始めた。 どうしたのとおろくがこっちへ入ってきて言ったお出かけかいうんちょっとその辺まで芝居へ行っておいでなおろくが言った市村座でやってる将門の狂言で團十郎が大した評判だって言うよ芝居かと英二は言った芝居なら今ここで見たばかりだおろくは「英二と言った 栄治はそっぽを向き角帯をキュッキュッと締めたそれから五日ばかり栄治は釣りに行かなかった霜月になってからずっといかにも小春と言いたいような暖かい穏やかな日和続きだったが中旬にかかると居てが強くなり毎朝雪のように霜が降りるし霜どけの道は酔いのうちからガチガチに凍った菅之助は相変わらずで 釣りにに行くのかかかどうかいつも昼頃に起きて出かけ、夜は遅く時には夜半過ぎに酔って帰るそうして横になってから独り言を言ったりうめいたり怒鳴ったりすることにも変わりはなかったあるよ。勘之助はこれまでになく泥酔したようで寝てからも苦しそうにうなりドタバタするうちに土瓶か何かの壊れる音が聞こえた悪酔いをしたんだねとおろくが起き上がった ちょっっと行てて見てくるよ。栄治は「うん」と言った愚くは斑点を引っ掛け湯沸かしに水を入れたのをもって隣へ行った壁一重だから話し声はよく聞こえたちょうど上泉寺で四つの鐘が鳴り出し英治はまだそんな時刻なのかと思った隣では母親のなだめる声がし水を飲ませたりヤグをかけ直したりしている様子だった そのうちに勘之助が何か言い始めやがて「おばさん頼む頼むよおばさん」と高い声を上げた「一目でいい会わせてくれ」と勘之助が言った「会って話したいことがあるんだ一目でいいから会わせてくれこのとりでほんの一目でいいんだから」英二は 枕から頭を上げた。母親のなだめる声がし。勘之助が同じことを繰り返した。どうしてまいたい。一度でいいから合わせてくれ。と。酔ったしたったるい調子でせがみ続けた。母親が承知したものかどうか。まもなく、勘之助は黙り。戸を開けたてする音がして。 おお寒い。と言いながら母親が帰ってきた。もう霜が降りてるよ。とおろくは言いながら流し鉢の火をかき起こした。去年の土の餌はもっと暖かかったがね。今の話が聞こえたよ。とエイジは寝たままで言った。会わせてくれって誰に会いたいって言うんだい一口には言えないよ。 おろくは火鉢に夜間をかけ銅子の湯を継いだそして引き出しから戦薬の袋を出し夜間の中へ入れて蓋をした栄治が小さい時分から冬になるとおろくは欠かさずその戦薬を飲む足の先から温まってよく眠れるのだそうでいてのひどい晩などは栄治もしばしば飲むように勧められたものであった内田さんはれっきとした御家人で。 麹町にお屋敷があったんだそうだよ」とおろくは火鉢に手をかざしながら言ったそれが去年の春とんだ間違いを起こして女のことなんだけれどねいい名付けの人で10年も前に親同士が約束してあったの内田さんがそうとは知らず好きになって娘さんの方でも内田さんでなければってすっかり熱を上げてしまったんだってよおっくろの話とくると 英二は母親の方へ寝返りながら言った。一体その娘の言い名付けってのは菅さんなのかいそれとも別の人かい別の人に決まってるじゃないか。内田さんと言い名付けなら何も騒ぎは起こりゃしないよ。わかったよ。それでどうしたんだ邪魔をしないで聞いておくれ。と、おろくは言った。菅之助と娘の恋は、 やがて周囲のの者目に留まり、戦国ばかりの旗本だという娘の父親が勘之助のところへ談判に来たその時初めて娘に許嫁のあることを勘之助は知ったのであるが彼は改めて自分の妻にもらいたいと頼んだ父親は承知しなかったし今後二人の会うことを厳重に禁じて帰ったすると娘が家出をしてき その後からインナ付けの男が追ってきた。これも菅之助と同じくらいの身分で、歳は三つばかり上だそうであるが、もう逆上したようになっていて、娘が菅之助のそばにいるのを見ると、いきなり刀を抜いて切りかかった。踏み物って言ったそうだよ。おろくは夜間の戦役を湯のみに継ぎ、吹き覚ましながら一口すすった。 内田さんは無事に収めようと思うから逃げ回りながら詫びを言うんだけれど相手は点で聞きもしないそのうちに内田さんが足を切られて縁側から転げ落ちる相手がそれをまた切ろうとするその時お武家育ちは偉いもんだね娘さんが後ろからその男を殴りつけたんだって内田さんの刀を取ってささやのまま頭を力いっぱい殴ったんだってよ 相手の男は目がくらみ庭へ転げ落ちて伸びてしまったそこへ隣屋敷から騒ぎを聞いて人が駆けつけ男は解放された上その隣屋敷の人が送り返した人に知られてしまったし人情という事実があるので到底内債にはならない娘の父親は相手の男を罪にはできないので八方に奔走した結果勘之助は亀へ取りぶしとなり 娘は感動とということになった。浪人した時はいくらか金もあったが切られた足の傷が生んで治療が長引いたためにたちまち使い果たしてしまい2人はこの長屋へ越してきた傷は治ったものの筋がどうかしてびっこになり働くこともできないせっかく夫婦になったのだがそのままでは2人が飢え死にしてしまう娘は決心をし自分が稼ぐといった。 でどこかへ姿を隠してしてまったそれから内田さんは飲み始めたよ」とおろくは続けた「お侍は肌つきと言ってどんなに困っても一両は持っているんだってさそのお金で夜も昼も飲み続け酔っ払って道端へ寝るようなこともあったよご心臓はそのまんまか内田さんはそう思ってやけになったのさ私も半分は疑ってたがね おろくは吐息をついた。ひと月ばかりすると、そっとあたしんとこへ訪ねてきて、一両っていうお金出して、あたしから内田さんに渡してくれって言うのさ。自分は会いたくないし、当分の間は居所も知らせない。けれども金だけはきっと届けるから、あの人の世話を頼むって泣きながら言うんだよ。エイジはじっと目をつむった。それは、 と彼は低い声で聞いたいたつか来たあのおこそずきんの人だねああやって毎月一度必ず届けに来るんだよ何をしているんだろうさあねえおろくは長火鉢の火をうずめながら言った何をしていることやらあの人も言わないし私も聞きもしないさ 私はあの人が何をしているかなんて考える気にもなりやしないよ。それで、と、エイジが言った。会いたいっていうのは、そのご心臓のことなんだな。おろくは、ああ、と言った。エイジは暗い天井を見守ったまましばらく息を潜めていたが、ふと母親の方を見て、寝なよ、と言った。せっかく飲んだ薬が効かなくなるぜ。 あいよ」とおろくは立ち上がった「さぞたまらねえ気持ちだろうな」母親が寝床へ入る気配を聞きながら英二は心の中でそう思った「そんなわけだとするとカンさんもたまらない気持ちだろう」「つれえだろうなどんなにつれえだろう」と英二は思った どうして会わせないんだエイジがしばらくして言った。会わせてやればいいじゃないか。ご心臓が会いたがらないんだよ。だってここへ来ることは分かってるんだろう。分かってやしないしさ。と、おろくが言った。お金も使いの人が届けてくるっていうことにしてあるしね。どうしても会うのが嫌だって。一体どうなることかしらね。エイジは、 枕の上で頭をゆっくりと左右に振った。その翌日、英治は菅之助の起きるのを待って隣を訪ねた。菅之助は帯を締めながら出てきて、いやぁ、と微笑した。天気がいいんでね、と英治が言った。釣りに行こうかと思うんだが、 勘之助は戸口から空を覗いた。行こう。と言って勘之助は笑ったが、しかし、これがいい天気かね。英治は空を見上げて、鬱陶しく曇っているのに気がつき、罰が悪そうに苦笑しながら、うるさねえ。と呟いた。後で、魚吉へ来てくれ。と勘之助は言った。あそこで顔も洗うし、道具も預けてあるんだ。 そうか。そんなら一緒に行こう。私は出かけるばかりになってるんだ。と、エイジは言った。いいとも。と、かん助が言った。いっぱい引っ掛けるんだ。付き合うか。さしたどうも。と、エイジは首を振った。朝だけは苦手だが、待ってるよ。かん助は、朝なもんか。もう昼だ。と言った。 英は釣り道具を持ってノ之助と一緒に魚吉へ行った店には早い昼飯を食う客が45人いてノ之助に挨拶をする者も,もあったノ之助が顔を洗っているうちに小女のお染が魚と酒の支度をした盃ではなく大きな湯飲みでノ之助はそれへいっぱいに酒を継ぎ飲もうとしてふと栄治に「ありがとう」とつぶやいた は不審そうな目をした。だがすぐに目をそらして「何?」とつぶやいた栄治の方から尋ねたのに対して礼を言ったのであろうその短い一言には思いがけないほどの感動がこもっていた二人は寺島村の小川や沼を釣って回り夕方にまた魚吉へ寄った「もう悪じはしないよ」と菅之助は腰掛けるなり言った 俺にかまわず、帰りたくなったらいつでも帰ってくれああそうしようと英治は答えた半時ばかり付き合って英治は先に切り上げた菅之助は昨夜のことは何も言わなかった泥酔していたが忘れたのではないだろうもちろん英治もそのことには全く触れなかったいてはひどかったが 珍しく雪を見ずにに12月に入った風の強い日のほかは大抵二人で揃って出かけ半日釣った後と魚吉で飲んで別れた荒れ地の枯れ草を分けて行きながら菅之助の不自由な歩きぶりを見るときまた釣竿を並べていて勘之助が浮きの動くのも知らず猛然と遠い雲を眺めているのに気づくとき栄治は鋭い痛みを感じたように眉をしかめ 慌てて目をそらすのが常であったさぞつらいだろうなと英二は思うどうなるんだろういつか夫婦が一緒に暮らせる時が来るだろうかその時までンさんの辛抱が続くだろうかなどと思いやるのであった12月になって間もなく 初雪が降った。2人が綾瀬川で釣っている時朝からの冷たい微風が止むといつかさらさらとみぞれが降り出しそれがやがて粉雪になった「こいつはいい」竿をしまいながらの之助が言った「たっぷり降ってくれたっぷり降ってくれれば少しはいても緩むだろう乾いてるから降りさえすれば積もるな」こうなると。 はまずいな」と勘之助は言った「魚吉じゃせっかくの雪が見られない」「牛の御前へ付き合わないか」「雪見酒か」「いいだろう」と英治も陽気にうなずいた私も今日は少しばかり持ってるんだ勘之助は「その方は大丈夫だ」と言った2人は秋葉神社の森を目当てに粉雪の中を歩き出した 牛の御前は向こう島の包みに接してい,い門前には掛茶屋が並んでいる笠井太郎はその中でも知られた茶屋であるが二人は包みに近い方の掛茶屋へ入った久しく乾いていた上にサラサラした粉雪なので辺りはたちまち白くなり暗くなる自分には二寸ばかり積もった掛茶屋は日暮れには店をしまうのだが花の季節や雪などの時には客がある限り商売をする その日も客がだいぶ来て大抵が酒になったのでくれる前に提灯をかけつらねた二人はすっかりくれるまで飲み戻り籠を見つけて茶屋を出た勘之助は歩いて行こうと言ったが不自由な足では無理だろうと思い英二は酔ったからと言って自分で籠を呼んだのであった「勘さんは上よしへつけるんだろう?」「ういや今日はよそう」と勘之助は籠の中から答えた いい気持ちによったしこの勢いで積もられては帰れなくなるそんならうちへ寄らないかと英二が後ろのカゴから言ったお袋に何かこしらえてもらって飲み直してもいいしそれから一緒に飯を食うとしよう勘之助は「うん」と言ったカゴを路地口で降り英二がダチ賃を払って雪を踏みながらうちへ帰った 戸口で、今帰ったよ、と声をかけ、勘之助を助けながら土間へ入ると、障子が開いて、おろくと女の客とがそこにいた。女の客はちょうど帰りかけたところらしい。おこそずきんをかぶったままそこへ棒立ちになった。いけない、まずいことになった。と英治が思い、おろくが、英二、と言った。だがその時、勘之助が低い声で鋭く、やえ。 と呼びかけた女は身震いをし力が抜けたように頭を垂れた「話がある」と菅之助が言った「一緒においで」五六が「淵田さん」と言いかけると女はそれを遮って「はい」と答えながら皮膚を抱えて土間へ降りた英治は体をよけながら菅之助が荒い息をしているのを聞いた「じゃあ」と菅之助が英二に言った「また後で」 今火種を持って上がります」とおろくが言った「火鉢は終わりでしたね」「いや火はいりません」と勘之助は外へ出ながら言った「話はすぐに済みます」「どうか心配しないでください」そして妻を促して出て行った栄治は上がって障子を閉めながら「一足早かった」と言った「うんだな さんさが珍しく魚しへ寄らなかったしカに乗ったなんてのもめぐり合わせだどっちにしろこのままじゃ置けないよとおろくは言った酒をつけて前後しらいして二人で食べるように持っていってあげよううんそいつはいい差し向かいで飯でも食えば気分も和やかになるだろうじゃお前酒買ってきておくれああいいとも私は先に火鉢を持ってっとくからとおろくは言った 英二が酒を買ってくる間におろくは火種を入れて持って行き戻ってくるとすぐに汁の鍋を仕掛けたりあり合わせのものを皿小鉢に取り分けたりした「酒は土瓶で彼岸にしてもらおう」と禅の上を見ながらおろくは言った「うちのとっくりは欠けてるしお隣には岩和かしがないんだからいいだろう」と英二が言った「禅は俺が持って行くよ」そして二人で酒と食膳を運んで行った。 おろくは夕飯を済ましたそうで栄治に「どこかで食べておいで」と言った「あったものをみんな隣へ回したから何も残っていないのだという」と言う栄治は「じゃあそばでも食べてこよう」と言って傘を持って出かけた原守川の向こうの八県町にそば屋がある栄治はそこへ行って厚盛りを2つ食べた雪はまだ盛んに降っていて 人の踏まないところは五寸ばかりも積もったように見えた。変な巡り合わせだ。帰る途中でふとエイジがつぶやいた。ンさんとご心臓、俺とお地下、似たようにこじれた中の者が隣り合って住むなんて妙な話だ。彼のすねーどしんと何かぶっつかった。 びっくりしてみると、二匹の犬がふざけていて、その一匹が跳ねる調子にぶっつかったのであった。雪のために足音がしないから気がつかなかったのだが、二匹は雪煙を上げ、夢中になってふざけながら森川町の方へ走り去った。帰ってみると、おろくはこたつに入って、つくろいものをしていた。隣はと目で聞くと、おろくは大丈夫というふうにうなずいてみせた。 エイジは枕を出してき、こたつへ入って横になると、読みかけのシャレ本を開いた。隣はひっそりとして、時々おえつする声が聞こえるが、それもごくかすかだし、話し声はほとんど聞こえなかった。隣は泊まるんじゃないかな、と、エイジが本から目を離していった。泊まるとすると、布団が足りないだろう。バカだね。と、おろくが言った。 ご夫婦じゃないか。一組あれば十分だよ。さようでござんすか。と英治が言った。お前こそ敷布団を出してほしきな。とおろくは言った。そうやってるうちに寝ちまうんだから、そのまま眠ると風邪をひくよ。英治はうんと言ったが、起きようとはしなかった。おろくの言う通り英治は間もなく眠ってしまった。それほど長い時間ではなかったろう。 何か夢を見ていると思ったら、母親に揺り起こされた。起きとくれと、おろくが囁いた。お隣の様子が変なんだよ。エイジは起き上がった。酒をつけたのが悪かったかもしれない。と、おろくは囁いた。内田さんが酔っちまったようで、今しがたから急に絡み始めたんだよ。エイジはシッと手を振った。勘之助の怒鳴る声がし、ドシンと人の倒れる音がした。 ど土んと組打ちでもするような物音とともに「来てください!」と女の叫び声が聞こえた「隣のおばさま!」と女が叫んだ「早く来てくださいああどなたか来て!」英二は羽を着て裸足のまま飛び出し隣の年書寺を蹴破らぬばかりに声のする部屋へ飛び込んだそこでは勘之助が女を押し伏せていて仰向けになった女の裾が乱れ 真っ白な太ももまであらわにして羽を着ようともがくのを勘之助はほとんど馬乗りになり右手に脇差しの抜いたのを持っていたその抜き身がギラッと光るのを見た途端に英治は足がすくみ体からすっと力が抜けるように感じた勘之助は刀を振り下ろした女は両手で勘之助の腕を払い刀は畳に突き刺さったその時英治が夢中で飛びかかり勘之助の右腕にしがみついた 勘之助は案外たわいなく前のめりに転倒し、英二は懸命に押さえつけた。何をするんだ、勘さん」と英二は逆上した声で叫んだ。危ないじゃないか。許してくれ。こんなことして危ないじゃないか。縛ってください」と女が言った。押さえていてください。すみませんが、押さえていてください。サイドは飛び起きざまに叫び、駆け込んできたおろくが畳に突き立っている刀を取った。英二は力いっぱい押さえつけ。 西女はしごきををいて之助の足を縛った西女はそうしながら「酔っているんです悪い酔いをした時はこうするよりしようがないんです」と言い勘之助に向かっては「ごめんなさい堪忍してください」と泣きながら言った勘之助は抵抗しなかった苦しそうに荒い息をしぐったりと伸びたまま「<laughs> なぜだどうしてだ」と言っていた「すみませんがどうぞ手を」 西城が英二に言った。手も縛りますから、酔いの覚めるまではしようがないんですから。おろくが帯を取って彼女に渡した。それは勘之助の寝巻着の帯らしい。英治は勘之助の両手を押さえ、西城はその手を縛った上、余った部分を胴へ巻きつけた。どうして死なないんだと勘之助は言い続けた。どうしてだい？なぜ死んでくれないんだ。 生きていたって恥をさらすばかりじゃないか。堪忍してください。このままでは死ねません。と、西條は泣きながら言った。私のために、あなたをこんなにして、このままで死ぬのは嫌です。生きていれば恥をさらすばかりだ。いいえ、もう少しの辛抱です。もう少し辛抱してくだされば。よせと、勘之助が遮った。お前が何をしているか 俺は知っているんだ。いいえそれは違います知っているぞ八重俺は知っているぞ違いますそれは違います妻女は勘之助にしがみつきその胸に顔を押し付けそうして絞るような声で泣き出した英治は目を背け立ち上がって母親のそばへ行ったおろくは袖で目を押さえていた「俺が勘三を引き受ける」 と父は母親に囁いた。ご心臓、うちへ止めることにしよう。おろくはうなずいた。ご心臓、返さないでくれ。と、英次はなお囁いた。朝になったら話すことがあるんだ。どんなことをしても止めておいてくれ。おろくは息子の目をじっと見た。わかったよ。と、おろくは言った。話というのも、およそわかるよ。 英二は母親を四畳半へ連れて行った「俺は決心した今踏切がついた」と彼は支えやった「このままでは死にきれないと」とご親族の言うのを聞いて踏切がついたんだお近さんは待ってるよ母さんは足が不自由だがあの仕事なら座っててできるからな。 英二が言った。ご心臓と2人でその気になってくれてもし辛抱してくれればやっていけるようになる俺は母さんを解き伏せてみせるよ難しいと思うけどね粘るさゆっくり粘って解き伏せるさと栄治は言った朝になったらよく相談しようご心臓 連れてってくれオロクはうなずいて息子を見た六畳ではまだ妻女のおやつが聞こえていた「えじ」とオロクが言った彼は「うん?」と母親を見た「いいえ」とオロクは首を振った「なんでもないよ」オロクは素早く目を拭きながら言った 後で、お前のカイマを持ってくるよ。今回の朗読はいかがでしたかそれではまた次回。 お楽しみに